はい、それじゃあ人生初筋トレってやっていきたいと思います。ロケガシガシ青川からかろう。アミラにつけとこう。ウィ。枝豆、ミッドがレインほぼ勝てないからインベイトできなそう。そうだね、ちょっと厳しいね。そうそうそう。インベイトすんのが強いキャラクターなの。ははは。確かに。ない。アンティ、開始開始。開始開始。あ、一回使ったことあるぐらい。そのブルブル何？これ？なんかしてるらしいよ、この犬がね、なんか頑張ってくれてるらしい。これ。噛みつくとダメージがいっぱい出る。犬猫さん、最初傷につけたら相手のスタート位置わかるってよくネタ。どうなんだろう、それ良くない気がするけどな。ファーム早くね？あ、もういいや、これめんどくせえ。お、てか下のカニについてる、ラッキー。俺のね、これマジ？やったー、倒した。もう2スタックじゃね？あれ、これスタック、あ、ブラウム早すぎてこれダメだった。あれ、てかこれさ、ラプターってさ、これ1匹残ってたらダメなんだっけ。大丈夫だよな。押さえちゃった。私は皆から何だと思われているのでしょうか。無精折れた羊だろう。ゆめこさん、ブロンプチラにしたりとかどうすか。わらわら。いや、行こうかなと思ったけど。来年の王を見失ったって貧乏やって出すんですか。教えてください。ゆめこさん、ラプターは親玉だけで大丈夫っす。これやって、こうして、こう。敵を倒しました。ゆめこさん、ゴーレムもでかいので大丈夫っす。いや、まあそうだよね、さすがに。ナビは2000回矢印、その中で使うと速度短くなります。ゆめこさん、ウルフもそう。生きてえな。あー、てかジャングルにスタックつけとけよかった。最悪や。タック付け忘れた。ゆめこさん、序盤級持ってたら結構カウンタージグしてもいけるくらい怠慢最強。まあなんかね、寄りがちょっとミッドのやっぱ主導権がないのがね、ちょっとむずい。さっきのも行きたかったけど。
方が倒されました。狼も一緒です。いや本当だ、てか分かるやんマジで。芦田純平、右のピンを長押ししてチャンピオンのアイコンにドラッグですかね。ありがとうございます。そうそうそう、トップレーンは移動中です。ゆうねこさん、そうなんすよ、そういやスタックってキル取った後に思い出すんすよね、わらわら。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。あ、取られた。うぃー、アルティエントがもうちょっとだったな。あ、俺ブラウムのスタック残ってたの、なんかタンクだったけど。無理じゃないかそれ。私たちは夢だ。無理か、無理だな。いや相手のあれ言ってもよかったかもな。シルロアシストでもスタックつきませんでしたっけ。忘却の彼方へ。どうなんだっけ。どうした？あ、てかスタックなくなったし。味方が倒されました。トップレーンのパワーが攻撃されています。うひょー、シャットダウン。トップレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。やべ、どっちか死なね。交渉失敗したわ。いいや、でも4スタックやで、もう俺。キンドレッドの説明は、まあこの刻印をいっぱい集めていかないといけないんですけど、相手のジャングルか敵チャンピオンで貯めれまーす。封印つけて倒せんかったときつれえな。ダブルキル、シャットダウン。死を恐れる者を移動中です。マジで見えるな。移動中です。倒しました。
いいね。いいよ、ゴースタックだよ。これ青バフ生きて、やばい、スタックがモリモリだ。やばいぞこれ、俺キンドレット最強になる、最強になってまう。6っす、もうかなり長い。基本いくつやっけこれ。基本あれ、基本射程いくつこいつ。基本射程がわからん。だからちゃんとファーストプレイだから説明すればよかったな。忘れてたな、マジで。ゆうねこさん、一度育った金とはマジでゲーム大破壊します。敵のダブルキル。ヤン君、欲バロンにスタックがつもできないです。危ね。ああ、てかまたスタックつけるの忘れてた。これで敵チャンピオンにスタックを、こいつに今付与したやつを倒すと、スタックがもらえるっていう仕様で、3スタックごとに、まあ、スキル、レンジが伸びて、まあ、刻印ごとにダメージが増えるみたいなキャラクターで、1スキがブリンク、2がなんか狼が出てきて噛みつき始めて、そいつを殴ったらダメージが伸びるです。E はつけた対象に3発ダメージを出すといっぱいダメージが出るよっていう。ナイス、射程でいけるか俺。いや、いいね。多分、羊の執行猶予中の話なんだけど、まあ、E つけて、3発、2発殴って、2発殴って、あれすんのが強い。3発目を、その、羊の執行猶予終わりで大ダメージ出すのが強い。まあ、スローもそうだね。まあ、その辺は、読んでください。設定を。いいね、楽しい。てか射程長っ射程長っ。あとこのスタックごとにつくのがあって、1スタック目はカニで、なんか2スタック目は2スタック目もカニかな。で、3スタック目とか4スタック目以降は、相手のジャングルみたいな、そういうあれもあります。で、なんか、ある程度いったらもうオブジェクトにしかつかない。バロンとか、ドラゴンとかにしかつかない。ごめんね、ちょっと俺、アイテム一回書いてや。本当に見えるじゃん、場所。ちょっと、ビルド入れてみたくて、ファームしたのが、味方強え。味方が強くて困るな、これ。4だよね。4、7、4、7、10だよね。本家って。あれは、あのキャラと違ってキャラパワー感じる。ね。
ナイス。ユースタックだ。射程長っ。ユースタック射程長っ。こっから殴れるん？やばい、こっから殴れる。長え、バカ長え。プロバロン無理かな。プロバロンできそうじゃね。プロバロンできそうやな、これ。ユーネコさん、神矢印ラプトル、ゴーレム、ブロンプ矢印赤、青、ウルフ矢印バロン、エルダーみたいな順番ですね。あ、そうか、赤バフとかにもつくか。そんなのあるよな、忘れたわ。なんか、知りたい方は本家で調べてみてください。カニ、ラプター、ゴーレム、グロンプ。カニの次、ラプターかゴーレム、グロンプで、次が赤青で、ウルフ・バロン、エルダーらしいっす。よっ。この時のためにあ、ミスった。強いじゃん。頻度いいじゃん。頻度以外の要因もでかかったけど、この試合。なんか悪くないね。28,000。楽しいかも、結構。ビルドはちょっと適当にやりました。で、ルーンはまあ、何でもまあこんな感じかな、俺は。波動インパクト採用されてたけど、ちょっと、柔らかいし、これにしました。初めてのキンドレッドでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。